で29日にその概要をの順調理論の先生方に言えたらいいですね。そうですね、はい、はい、それはあの僕がやってます、うん。それがニュースの中身、それから高坂さん営業の方は、立地対策予算っていうのが一番近いのかな。これもあのですね、文科省原子力立地対策室の方で。消費地、それは東京都とか大阪なんですけども、でもって800万円年間ですけども、ね、うん、ただしそれは基本的には東京都に投げられてて、東京都教育委員会が、放射線教育ということで先生方に講義をして、例えば原発の見学に行く、うん、という基本的な予算で、それが、去年も800万上げてるのに200万弱消化してない、今年も200万、170万ぐらいだっていうので、これ上ってるから、なんか使い道東京都に侵入してくれたらありがたいっていうのは私の話があって、それで東京都の、そういう、まあ、最後に言ってるのは東京都教育センターっていうので、これで山口さんと一緒に、行ってきました、うん、で使い切れてないでしょうか、800万、返事を待ってるところです。でそれを、まあ、僕つてのない私がいきなり言っちゃいけないけど、高畑校長先生に言ってた電話してもらったら、それは区の金じゃないと、都の金だとあんたとから余計なことを言われる筋合いはないって一遍固まっちゃって、でそれをまあまあって言って、この間その人は課長補佐なんで、その上の課長に品川の株谷さんと指導主事仲いいかいって紹介されてって理科の取り組みを、地球と理科の取り組みを丁寧に説明した、このサイエンスニュースも、そういうお金ってよそから持ってこれないんですかって、逆に向こうから言われて、持ってこれたら苦労しないからあんたの金が一緒に来てるという、まあこういう結果です。これが東京がうまくいったら来年度から千葉埼玉で行きたいところですね。これはだから山口さんがこれまでやってるんだけど、村松さんもこれに首を突っ込んでください。はい、原発ってのはいずれにしろ今度の 25% 削減の中で原発は間違いなく動かせざるを得ないから、これは何かになるよね。まあ官房長官平野さんに少しまとめ役として動いてもらうと、これを今日桂先生が3番目で頼まなきゃ。